そこまでだ。誰？この場は我ら天道隊が統治する。天道隊？何者ですか？いけないおひら、そいつらは。なんですか、あなたたち。イッサさん、動くな。ちょっと待ってください。時の玉の神、よくものうのうと天を目指したな。驚いたね。まさか天道隊様に嗅ぎつけられていたなんざ。私もなかなかに有名人さね。貴様、どうやってあの祠から抜け出した？祠？私の御神体の心境が壊れちまったもんでね、縛るもんもなくなって、今じゃ自由の身ってわけさ。そのヘラズ口もわらがきもここでしまいた。人の子、お前の身柄は我ら天道隊が預かる。おとなしく来い。来いってどこへ？決まっているだろう、天へだ。嘘！もう絶対逃げられないじゃん。そんな、私は元の世界に。黙れ。ここまで来てまだそのようなことを。お前がここにいるのは決して抗えぬ天命だ。お前はもう死んだんだ、受け入れろ。たまたま間違って天国へとたどり着いた、ただそれだけのことだ。怪しい。待って、たまたま？だから本来だったらそのまま天へ行くから天国へなんてたどり着けないはずなのに、なぜかおひなは天国へ来れたんでしょ、ひなこちゃんは。ってことは絶対理由があるんだよ。こいつらはそれを隠そうとしてるに決まってる。それとも貴様はこの天国にとどまり続け、もののけになりたいのか？そのたまたまさえも天命だとしたらどうなんだい？何？お願いだ、その子だけは助けてやってくれ。元の家に返してやってくれ。もののけを、なんて書いてあるんだっけこれ。あ、これなんだっけ、なんだっけ、あ、かいくぐりだ。もののけをかいくぐり、哀れな疫病神の私をここまで手伝ってくれたんだ。天道隊のあんたたちなら属性への帰り道くらいわかるだろう。その代わり私はもう金輪際天へ行こうなんてバカな真似はしないよ。もう一生、あ、なんだっけ、またどう忘れちゃった。あ、めぐるだ、めぐるの村にいる。だから疫病神か、言い得てみようだな。だがバカも休み休み言え。お前は今日限りめぐるの村のうぶせな神をお役御免だ。え、首ですか？いいか、どの世にも規律があり、定め事はしっかり守ってもらわねばならない。それを破った奴にはそれ相応の罰を我らが下す。この疫病神を天国の牢獄に閉じ込めておけ。そんな、ダメ、そんなのダメ。イッサさんはもう天国にはいられないの、体が持たないの。しずる、人の子を黙らせろ。御意に。そんな、分かっててやってるじゃん。もののけにする気なのか。おひな、早く逃げるんだ。お願いします、今すぐ心を出してあげて。お願い、やめて、やめ。最悪だ。おひな、またこの場面。時神様、時神様、私どうすれば。ごめんなさい、もう私ここへ来れないです。ごめんなさい、ごめんなさい、時神様。いたぞ、こっちだ、早く捕まえろ。私もう行かなくちゃ。今までありがとうございました。お話も
いただいたひも飾りも、ここにいる時間が私、今までで一番幸せでした。最後に私、これだけ伝えたくて。考えていたんです。お約束した時神様のお名前。あなたと言うと、ほっとするから。なんてどうですか？素敵な名前でしょう。絶対そうじゃん。時の玉の神、村の娘にひどく心を奪われた産砂神よ、そなたは村の禊を怠ったと聞く。村は広まった汚れにより伝染病が流行り、作物は枯れ果てた。これはそなたの惰性によって怠惰によって起きたこと。万物の神たちはひどくお怒りだ。よって罰を与えよう。嘘だ。そなたをこの土地に縛りつけ、一生土地の汚れを見過ぎなさい。この罪決して忘れぬよう、本日から過去は戻ることも許さぬ。そして天への道を禁じる。こんなの嘘だ。そなたが愛した女には金輪際合わせぬ。たとえ天へ行こうとも、天と地獄の間、天国へとたどり着くであろう。時神様、時が…そんな…最悪だ。村娘の生贄です。どうかどうか、これで村をお救いください。どうか村の飢饉をお救いください。キノハ、キノハ、あれ、私目が覚めたんだね。あの子の名前か、キノハって。ヒサさん、ここは本当に天なの？これから私どうなっちゃうの？もう元の世界に帰れないの？帰りたい。お家に帰りたいよ。イヒナコ、怖くて泣いてるだけじゃ何も変わらないっておばあちゃんいつも言うてるでしょ。そうだよ、泣いてるだけじゃ何も変わらない。考えなきゃ、ここから出る方法。イーサさんを助けに行って、そして元の世界へ帰るんだ。おばあちゃんの言葉にはいつも助けられてばっかりだな。そうだ、おばあちゃん、ここが本当に出んならおばあちゃんがいるかもしれない。おばあちゃんなら何か手助けをしてくれるかもしれない。そうか、そうじゃん、おばあちゃんがいるじゃん。探そう。それに天と天国をつなぐ抜け道はちゃんと存在してるんだ。大丈夫、私まだやれるよ。まずはここから出る方法を探さなきゃ。そういえばさっきの夢、ぼんやりとだけど覚えてる。もしかしてあのコノハさんって女の子がイーサさんが会いたい女の子なのかな。てか音楽めっちゃいいな、おいめっちゃ好みだぞ。でもなんで私がこんな夢見るんだろう。確かにね。ってことはもしかしてなんか関係があるんじゃないのか。ひなこちゃんとも木製でできてる窓だ。この窓枠老朽化のせいか少しひび割れてる。頑張れば壊せるかな。お、マジ？頑丈な檻だ。少し力を加えただけじゃびくともしない。あー、びっくりした。あー、びっくりした。あら、イケメン、さっきのしずるさんだ。かっこいいな。
前で分けておでこ出してかっこいい人間って本当のイケメンですよね。僕は違います。貴様そこで何をしてる？あ、いや何もしてないです。はい。いいか、秩序と規律にのっとり、現在の貴様、現在の貴様の身分、身柄は我々が預かっている。解放されるまで妙な真似をするな。私は悪いこと何もしてないです。ここから出してください。そして一刻も早くイッサさんを変更から解放してください。黙れ。貴様の監視は俺が担当してる。いいか、貴様が変な行動を取ればその死を叩き切ってもいいんだぞ。怖いよ。でもこの人なんで急に顔グラフィックができたんだろう。重要キャラクターなのかな。こんな地獄みたいなところ本当に天なの？でも会話してくれるってことは今の状況とか確認できるかもしれない。なるほど、会話してみる。何を尋ねよう。ここはどこか、天道隊について、帰り道について。じゃあここはどこか。ここはどこなんですか？天道隊が所有する施設の留置所だ。今まで地味に普通に生きてきたけど、まさか留置所に入ることになるとは。本当だな。こんな若くてね、こんな絶対に穏やかである子がね。じゃあ天道隊について。天道隊って何ですか？天道隊を知らないだと？だって人間の子だからね、来たばっかりだよ。そうか、貴様はイレギュラーな人の子だったな。やっぱイレギュラーなんだね。天道隊というのは武家の男によって構成された部隊だ。あー、やっぱ天にも武家とかあんだね。それとも死後の方々なのかな。みんな元々は人間だったのかな。天と天に関係するありとあらゆる犯罪を取り締まり、この世の均衡を保っている。だってあれでしょ、ドラえもんでいうタイムパトロールみたいなやつだよね。おまわりさんということですかね。ああ、属性ではそういうかもしれないな。おまわりさんだ。かわいい、復唱してくれた。あ、間違えた、ごめん。同じこと聞いちゃった。ごめんね。なんだこいつ止まれちゃったかな。すいません。じゃあ次、帰り道について。あなたは属性への帰り方ってわからないですか？鳥をくぐり直せば私、元の世界に。無視ですか？無駄話もここまでだ。いいか、おとなしくしている。あ、なんか光ったよ。なんだ？あ、手頃な石を手に入れた。急に手頃な石。石ころ。この石を投げて、この人を檻の前から遠ざけられないかな。さすがに無理かもしれないけど、小さな可能性でもやってみなきゃ。なるほど。小さな石をどうするんだ？なんか、投げるとか？石を投げる、投げない。投げてみる？あの人が向こうを向いてる隙に。えい！何やつ？お、うまくいった！こんな簡単に行くとは。うまくいっちゃった。真面目な人でよかった。でもすぐに戻ってきちゃうかも。今のうちに窓を。オッケー。左クリック連打で、あ、窓左クリックでオッケー。はいはい。うおー、うおー、あ、こっちか。やべえ、しまった。違うとこやってた。やばい、窓本体じゃなくて窓の一個下だった。ダメだ、壊せない。なんだ今の音は。貴様、俺は言ったはずだ、妙な真似はするなと。マジ、ごめんなさい。でも私、先ほど情けを与えた。もう時期はない。まずっ。やー、はい、うわあ、オッケー。待て貴様、早く逃げなきゃ。あ、いけた！あぶねえ！うわ、すごい鐘鳴らされてるよ！すごい警鐘が鳴らされてるよ！うまく逃げ切れたけどどうしよう。ここにいたらすぐ見つかっちゃう。けど右も左もわからないし。どうしよう。なんだ？何？誰？猫ちゃん！あれ、これもしかして、もしかして黒？
あの時の、あ、久しぶり。あれ、女の子。クロ、待ってよ。こっちは天道隊の施設だよ。あ、あの時の、さなえちゃん、石のお姉ちゃん、石のお姉ちゃん。かっこいい。あ、こんなところで会えるなんて。いや、奇跡じゃん。さなえちゃんがいるってことはやっぱりここは天なんだ。でもなんか元気に暮らしてそうだな。ええ、どうしてこんなところに。いや、私もそう思ってます。ちょっと訳あって話せば長くなるんだけどね。にゃー、かわいい。とにかくお姉ちゃん、ここは天道隊の施設があるから部外者は立ち入り禁止なんだよ。早くここから出なきゃ。私、部外者なのかな。あ、こっちだよ、お姉ちゃん。今来た方じゃないの？うん。でもなんとかなりそう。あ、なんだ？あ、抜け穴？おー！すげえ！うん。天道隊はいないし、来ても大丈夫。あ、かわいい。待って。二人とも足が速いよ。あら、めっちゃ平和そうじゃん。お姉ちゃんが遅いんだよ。面目ない。それにしても天って言っても普通の街みたい。私、天って雲がふわふわってしてるものかと思ってたよ。うん、ここは次に行く前の人たちだけが住んでるから。次？私もよくわからないんだけど、次に行かなきゃいけないところがあるってことはここに来てからなんとなくわかるの。みんな自分の中で整理して落ち着けたら次に行くの。お姉ちゃんもいつかきっとわかるよ。なんか達観してるな。あ、なんか普通の人が歩いてる。これ以上は詳しく聞いちゃいけない気がする。それよりも何があったの、お姉ちゃん。私でよかったらお姉ちゃんのお手伝いしたい。さなえちゃん、ありがとう。詳しいことはまた後で話すけど、今はちょっと人を探しててね。人？うん。でも天も広いだろうし、簡単に見つかるかどうか。なんて名前なの？森崎絹。あ、絹さんって言うんだ。私のおばあちゃんってとっても頼りになるの。森崎絹。絹。あ、ここらで、ここら辺で絹って言うと、親切絹ちゃんのこと？親切絹ちゃん。その人だな、多分わかんないけど。親切絹ちゃん？うん。白髪のおばあちゃんでお着物着てて、誰に対しても親切で優しいの。町のみんな絹ちゃんのことが大好きなんだよ。絶対にその人や。白髪で着物、会ってみないとわからないけど、もしかしたら。いや、もう身体的特徴と名前合ってたら大体そうだろ。さなえちゃん、そのキヌちゃんさんのところに連れて行ってくれる？うん、もちろんだよ。あー、心強い。セーブは？ちょっと待って、セーブしたいな。どうしたらいいんだろう、これ。やばい、セーブしたい、すごく。うん、とりあえず探せばいいか。連れて行ってくれるって言わなかった、今。どうしたらいいんだ？とりあえず歩いてる人に話しかけてみようか。こんにちは。すいません、突然。テレビ局の者なんですけど、嘘です。かけていて表情が見えづらい。あ、そんだけ？喋れたりはしないんだ。こんにちは。すいません。あ、ダメだ。みんなかけている。幽霊だからかな。え、どっち行ったらいいんだろう。とりあえずうろちょろしてみる？こういうところとか？あ、でも入れなさそうだな。別の脇道とかに入ればいいのかな。こっち側。あ、めっちゃ広いなというか。こっちとか行ってみる？あ、違う。こっちじゃない。ちょっとくまなく探してみようか、じゃあ。ん？なんか光ってるよ。あ、ここか。ここが。ドキドキするね。入るのかな、おばあちゃん。キヌちゃん、お邪魔します。おやおや、その声はサナエちゃんに来るね。いらっしゃい。ちょうど今お芋さん蒸したところだから一緒に食べる？お芋さんとかあるんですね。やった、食べる食べる。にゃあ。あのね、キヌちゃん、今日はキヌちゃんにお客さん連れてきたんだよ。お客さん？
おばあちゃん、あ、やばい、ちょっとごめんなさい、すいません、ちょっと待って待っていいですか。すいません、続けていきましょう。ひなこ、おばあちゃん、おばあちゃん、ひなこ、ひなこなんだね。なんでここに、しかもこんな若い姿で。違うよ、違うの、これには訳があって。ひなこがそう言うならきっとそうなんだろうね。おばあちゃん、さ、こんなところで立ち話もなんだからお上がり、お芋さんでも食べながら話してごらん。うん、さなえちゃんとクロもひなこを案内してくれてありがとうね。えへへ、どういたしまして。おばあちゃんだ。お姉ちゃんも早く早く。おばあちゃんだ、本物の本当のおばあちゃん。あの頃から何一つ変わってない。おばあちゃんの匂い。あ、ちょっと待って、おばあちゃん、ちょっと待ってくださいよ。アネモネの花だって可愛い。一応なんか、でも一応ちょっと探索はしたくなるよね。いやー、僕自身は祖母も祖父もねまだ存命なんですけれども、なんかやっぱりこう伝わってくるような感情が。ごめんなさい、ちょっとまだ止まんないかも、涙。あ、祠あるよ、光ってる。まだ力があるのかな。ひなこは随分と時神様の世話になったんだね。うん、あ、お話ししたんだね、これまでのこと。お願い、おばあちゃん、天と変国への抜け道を教えてほしいの。私、一刻も早くイッサさんを助けに行かなくちゃ。そう慌てないの、ひなこ。うん、でも、おばあちゃんは迷子のひなこもすぐに見つけられるんだから、変国の抜け道を知らないわけないでしょ。知ってるんだ。あ、てかお芋さんがある、ちゃんとお芋さんが机の上に並んでるわ。でもクロとおばあちゃんは食べないんだ、やっぱり。さすがキヌちゃん。みゃー。じゃあ早速。焦らないの、ひなこ。めっちゃ諭される。はひ久しぶりのおばあちゃんのちゃんとしたおばあちゃん感に、そのたじろぐ、なんかそのたじろぎを隠せませんね。変国へ戻る前にあんたをここまで連れてきてくれた方にお礼をしてあげなさい。え、ひなこが留置所から脱走したとなればきっと天道隊がこっちまで探しに来るでしょう。その間、町の外れにある森にいなさい。さなえちゃん、ひなこを森のみそぎ場に案内してくれる？みそぎ？うん、いいよ。そこでしっかり汚れをみそいでくるんだよ。あ、うん。それじゃあお姉ちゃん、行こっか。うん。あ、そうか、おばあちゃんはなんとなくわかってるんだな。ひなこちゃんの体に何かがいるみたいな感じのことを。多分そういうことだな。お芋さん。おばあちゃんがふかしてくれたほかほかのお芋さん、めっちゃいいやないですか。綺麗になったね、ひなこ。じゃあそれやめてくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、クロー、かわいい、おばあちゃん。セーブしていきましょうか。この感じ、時の記録ができそうだけど、どうしてイッサさんはいないのに。確かにそうだよね、まあ、ひとまずセーブはしておきましょう。さあ、じゃあ行きましょうか、そのみそぎ場、みそぎ場へ行ってみましょう。はい、すいません、ちょっとあまりにも泣いてしまったのでちょっと時間を置きました。続きをやっていきたいと思います。で、みそぎ場に向かえばいいんですよね。行きましょうか。
で、これは今さなえちゃんと一緒に行動してて、こう連れてってもらう感じになるのかなぽいけど、あ、赤ちゃんごめん、ぽいけど別に今あれがまた連れてってくれる感じではないと。こっちはお姉ちゃん、そっちは森じゃないよ、あ、森はそっちじゃないよと。なるほど、森を探せばいいんだね。とりあえずまたちょっとうろちょろしてみよっか。あ、なんか木々が、あ、これ森じゃない、鳥居みたいなのあるけど。わ、お姉ちゃんダメダメ、こっちは天道隊がいるからね、見つかっちゃうよ。あ、だーって一番ダメなとこだった、ごめんなさい。お、あ、行けた。なるほど、ちょっと開けてる道が正解っぽいですね。あれでも思った以上にちょっと鬱蒼としてるな、すごい木々がもりもり。でもあれだね、意外と BGM のおかげでそんなに怖くはないな、全然いけるわ。さて、あ、きゅ、あ、言ったそばから BGM が、あ、怖くなった、急に急に怖くなったよ。そしてまたちょっと2パターンに分かれてるな。とりあえず近い方から行ってみようか。あ、こっち待ちか一瞬 BGM が、 BGM キャンセルしてしまいました、すいません。一瞬安心した皆さん、すいません。こっちか、奥深くだね。あー、なるほど、滝行か、滝行で体を清めようってか。到着、ここが禊ぎ場だよ。あー、綺麗なところねえ。さなえちゃん、おばあちゃんがここに私を連れてきたってことは、うん、禊いで体を清めてこいってことじゃないかな。そういえばイッサさんも私の体の中に汚れがって言ってたよね。あ、一応気づいてはいたんだ。それにおばあちゃんが言ってた、私をここまで連れてきてくれた人って。確かにその通りだ。それじゃあ私はここら辺散歩してくるから、お姉ちゃんはのんびり使っておいでよ。あら、かわいい、散歩してくるのね、気が利く子。うん、うん、ごゆっくりいい子やな。あ、まさか、あらタオルが大活躍。てかこのタオルはどっから持ってきてん、まあ、あまり気にしないとこう。そこは冷たいけど、なんだか不思議な感じ、心地よくてふわふわする。お、変化が、なんだ、お、出た、あの時の、あ、待って、今になって察した可能性がある。いや、まだわかんないけど。こんにちは、いつものお供え物です。お前さんは、あ、いつもおむすびをくれるね。イッサさんだ。やっぱりイッサさんなんだね。まあそれはそうか。え、そうですか、だって美味しいじゃないですか。おかげさまで今年も豊作で村のみんなも喜んでます、時神様のおかげだって。そうかい、そうかい、いつもお前さんからおむすびをもらえる、もらえるのは私の楽しみだからね。これあれか、今まで見てきたこのセピア色のこの過去の描写の、今まではずっとこの娘さんの方しか映ってなかったけど、イッサさんの返答が見えるバージョンだ。私でよかったらまた持ってきますから、これからもずっとずっと見守っていてくださいね。ああ、私は見守ることしかできないけど、次にお前さんが来る日を楽しみに待っているよ。見守ることしかできない。わあ、綺麗な朱色、これ私にいいんですか、こんな高そうなもの。もちろんさね、お前さんみたいな美人によく似合うさ。それとだ、その紐飾りには汚れを払う力を込めておいたからね、しっかり持っておくんだよ。汚れを、ああ、お嬢ちゃんに危険があった時にはその紐飾りが汚れを払ってくれるさね。ありがとうございます、時神様。そうだそうだ、代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方やめてくれないかい。名前嫌なんですか。勝手につけられた名前なんだが、私にはもうちょっと洒落た名前がいいね。そしたら私、次に来るまでに考えておきますよ、とびきり素敵なものを。ああ、よろしく頼んだよ、楽しみだね。はい、いい笑顔だ。時神様、今日は遅かったね、来るのを心待ちにしていたんだよ。
池神様、私どうすれば。そんなに急いでどうしたって言うんだい。ごめんなさい、もう私ここへ来れないです。どうしてだい、そんな寂しいことを言わないでおくれな。ごめんなさい、ごめんなさい時神様。いたぞ、こっちだ、早く捕まえろ。私もう行かなくちゃ。待ちな、一体何があったって言うんだい。今までありがとうございました。お話もいただいた紐飾りも、ここにいる時間が私今までで一番幸せでした。おい、そんなことを言うんじゃないよ。最後に私これだけ伝えたくって、考えてきたんです。お約束した時神様のお名前、あなたといるとホッとするから、イッサなんてどうですか。素敵な名前でしょう。きっと大丈夫ですよ。おむすびには縁と縁をつないでくれる力があるみたいです。エニシが導いてくれますから。だから、嘘だ、こんなの嘘だ。私のせい。私にもっと力があれば村の危機を救えたはず。村のみんなを、あの子を救えたはず。私が人の子だったら、何かを変える力があったはず。何が時神だ、何が産砂神だ。私には誰も救えないじゃないか。私は疫病神じゃないのかい。木の葉、イッサさんに木の葉さん、今の記憶は、そうか、そうだったんだ。やっとわかった。私、おお、びしゃ、どうした。朝音ちゃんがびっくりした。画面が急に動いたから今。お姉ちゃん大変だよ。どうしたの、天道隊か、まさか。どうしたの、さなえちゃん。あ、やっぱり近くに天道隊の人が来てるんだよ。ここにいれば見つかっちゃうかも。じゃあすぐにおばあちゃんの家に戻ろう。うん。あ、でもなんか光ってますけど、こっち行っていいのかな。そうか、向こう行くとあれがバレちゃうから、こっちから回ってこうってことか。狭いけど先に進めそう。あ、でも今早くおばあちゃんの家に戻らなきゃ。今じゃない、なるほど、この後か。オッケー、戻りましょう。急げ、善は急げ。善じゃなくても今は急げ。あ、やっべ、さっきの人怒られてる。申し訳ねえ、ちょっと申し訳ねえ。しずる、ごめん。しずる、貴様自分が何をしたか分かってるのか。あ、そんな近く、大丈夫ですか。人の子を逃し、天津さえ捜索を出しても見つからないと来てる。天道隊が規律、定め事を大事にしていることはお前も分かっているな。はい。それを破った者にはそれ相応の罰が下されることも分かっているな。やばい、想像以上に重い罰が下されちゃうのか。お姉ちゃん、私が留置所から逃げちゃったせいだ。お姉ちゃん、
あの人助けたい？うん。お姉ちゃんは困って泣いてた私のことも助けてくれたよね。お姉ちゃんはそこにいて、私に任せて。え、さなえちゃん？え、何？どっか行っちゃったけど。しずる、私は新人のお前がそろそろ責任のある役割をと思い、あの人の子を任せたんだぞ。あ、新人さんなんだ。誠に申し訳ありません。俺は必ず人の子を見つけ。黙れ。めっちゃ厳しい、この人。この頭ツルピカ教官みたいな人、すごい厳しい。あの進撃の巨人のあのツルピカの教官を思い出すね。いいか、しずる、この責任取ってもらうぞ。ここで？天道隊さん、助けてください。道に迷っちゃってお家に帰れないよ。森の入り口で言っても、それ信憑性がちょっと。こんな時に。待っていなさい、今そちらへ行きますから。早く早く、こんなせかす子供があるか。く、このバカは放っておいて行くぞ。あ、危ねえ。でもなんだかんだやっぱり人を救うっていうの、やっぱりそういうところはあるから、まあ天の規律をね、乱さないってためにやっぱ人を救うっていうのは、まあいい人たちなんでしょうね、結局。すごいポカーンやん、しずるくん。くそ。あ、誰だ。貴様。あの時は逃げちゃってごめんなさい。そのせいで、しずるさんが。先ほどの娘をけしかけたのは貴様か。ごめんなさい。余計な真似を。貴様に逃げられたのは力が足りなかった俺の責任だ。貴様が心配するようなことではない。なんか意外とやっぱまっすぐな性格してるから、なんかすぐ引っ捕らえようとはしないな。それより、よくのうのうと顔を出せたものだな。俺に見つかったらどうなるか想像もしなかったのか。私、留置所に戻ることはできません。助けたい人がいて、帰らなきゃいけない場所があるんです。だから自分を見逃せと。はい。正直者や。まっすぐな子だね、やっぱお互いまっすぐだな、この二人。ある意味似た者同士なのかもしれない。少子千万、何を言うかと思えばちゃんちゃらおかしい。天道隊は規律、定め事に基づいて動く。道場、市場、ましては貴様のわがままなんざ、あのわがままなんざで動くか。さあ来るんだ。いやです。あ、黒な、すごい速さで。クロ、ち、俺の邪魔をするな。びっくりした、誰？お待ちなさい。あ、ばあちゃん。その子に手を出すんじゃないよ。おばあちゃん、戻ってくるのが随分遅いと思えば。まったく、話は全部さなえちゃんに聞いたよ。いいかい、天道隊は規律やルールを守るんだろ。それがどうだい、今のあんたらはたまたまと勝手に理由を押し付けて、かわいい私の孫を拘束しようとして。天道隊の規律ってのは、助けられた霊もまともに言えないことなのかい。人としての筋より、くだらない定め事を優先してどうするの。そんなんじゃお釈迦様が泣くよ。おばあちゃん、圧倒されているぞ。あなたはキヌさん。え、待って、頬をあからめてませんか。気のせいかな。え、おばあちゃんのこと知ってるんですか。知ってるも何も、
キヌさんは親切キヌちゃんと有名で、え、何、天道隊にまでその名は轟いているの？伝説なん、もしかしてキヌさん。ですがキヌさん、俺にも立場というものがありまして。すごい下手になったよ急に。しずる、お黙り。なら本当にひな子はたまたまなのか、変国への抜き道の鳥居でしっかり確かめてみればわかるでしょう。どういうこと？わかりました。彼女の監視を担当する者として最後までお付き合いいたします。おばあちゃんの力すごいな。行くぞ人の子よ。待って、ちょっと状況が読めないのよ。え、ついてきてくれるってこと？私の孫は人の子なんて名前じゃないのよ。めっちゃ怒ってるおばあちゃん。はい、キヌさん、すごい従順。どうしたんですかしずるさん。なんか生前にあったのかそういうのが。それともあれなのか、そのこの天でのこのキヌちゃんのその有名な、その有名度合いがすごすぎんのか。行くぞひなこ。ひなこちゃんと呼べ、なれなれしい。ひなこさん、いやひなこ様と呼びなさい。あんたさっきまでの態度とアンド打って変わって手のひらくるくるドリルじゃない。おばあちゃんって天でもすごいんだ。はい。状況が一変した。あ、おばあちゃんも一緒に。あ、嬉しい。え、どうしたらいいのこれ。じゃあ今度こそ光ってたところ行けばいいのかな。さなえちゃん大丈夫かな。ちょっと行ってみようか、さっきのキラキラ光ってたところ。あれ待って、光ってなくなったな。あれ光ってなくなったけど、あ、行けるわ。え、何これ。あ、待って、これこのなんか大きい岩みたいなやつについているこれ、これもしかして。そうじゃん、例のやつだ。この赤い髪飾りどこかで見た気がする。お、やっぱりイッサさんがあげた朱色の髪飾りだ。紐飾りか。この紐飾りイッサさんがキノアさんにプレゼントしてた。持っていく、持っていかない。わお、絶対に分岐、絶対にエンディング分岐じゃん。いやー、俺こういう時って あんまりなんかこう悪いエンディングから見たいっていう気持ちがちょっとあるんですよ。え、どうしようかなこれ。まあでもせっかく見つけちゃったからね、今回は持っていこうかなと思います。で、まあもしかもし、まあ、どういうエンドに最初たどり着くかがわからないんですけども、そのトゥルーエンド的なね、もし一番いいエンディングにたどり着けたら、まあ、他のエンディングをこうエンド回収という形でやっていこうかなという感じにすると思います。まあ、これを手に入れてももしかしたらエンディングが2個とか以上あるかもしれない。これ持つ持たないで分岐以外にも何かあるかもしれないので、ひとまず持ってってみようか。せっかく運命に導かれたわけですし、よし持っていこう。あ、ここはもうこれ以上何もないんだ。なるほど、まあ、まずこれでマルチエンディングっていうのはまあ知ってたので2つの分岐は確定したんですけど、でもなんかおむすびの作り方のところかとか、なんかたまに選択肢あったからな、なんかまだありそうですね分岐。とりあえずおばあちゃん家に戻ってきました。これでよかったのかな。まあ、セーブもできるのでひとまずは。あ、よかったよかった。さなえちゃん、天道隊巻いてくれたんだ。やるなこの子というか。よかった、お姉ちゃん無事だったんだね。もちろんよ。うん、さなえちゃんのおかげだよ。ほんとだよ、おかげさまで。この通り、あの後おばあちゃんも来てくれたんだ。さなえちゃんが話してくれたって言ってたよ。うん、天道隊の二人を巻いた時にね、おばあちゃんが心配してこっちに向かってるみたいだったから話しておいたんだ。すごいなこの子、マルチタスクの天才か。えらい、すごい賢い。甘やかしお姉ちゃん、甘やかされ妹、妹的存在。えへん、それよりお姉ちゃんはこれからどうするの。あ、そうそう、おばあちゃんと天道隊のしずるさんが話しててね、変国への抜け道で絵の鳥居を確かめるって言ってたんだけど、私もどういうことか分かってなくて。でもなんか話す限りやっぱり、ま、天道隊のしずるさんは多分場所を知ってるのかな。鳥居のおばあちゃんも知ってるのかな。うーん、私もちょっと分からないけど、お姉ちゃんが行くなら一緒に行く。あ、行くの。大丈夫、嬉しい、一緒に行こう。うん、え、一緒に行くの。大丈夫、さなえちゃん危なくない。
あとお芋さんめっちゃ残してるけど、丸残しだけど大丈夫？いいのかな？